サンペトロニオ教会ボローニャ学派は17から18世紀のボローニャを中心に活動したバロック音楽の学派。創始者はマウリツヨ・カッツアーティと言われている。カッツアーティはサンペトロニオ教会の学長として1657年から器学による音楽会を開き、ボローニャの音楽シーン全体の重心を教会を音楽から器学局へと移していった。 カッツァーティの方針は、ジョバンニ・パウロ・コロンナとジャコモ・アントニオ・ペルティという公認の学長たちにも受け継がれ、1666年にはアカデミア・フィラルモニカが創設されている。アカデミア・フィラルモニカでは気学によるソロ・コンチェルトのスタイルが作られた。こうして1650年代から1750年代まで、ボローニャと周辺のソロ・コンチェルトは4つの部分からなるその他、 またはシンフォーニアから発生した。初期の例としては、カッツァーティのトランペット・ソナタ・オーパス35やアンドレア・グロッシのトランペット・ソナタ・オーパス3などがある。初期にはトランペットが最も重要な独奏楽器であったが、後にオーボエやバイオリンがそれに変わった。最初の優れたバイオリン競争曲として、ジュゼッペ・トレッリによって書かれたバイオリンのための競争曲オーパス。 録が挙げられる。他にも1702年に、ジュゼッペ・マリア・ヤッキーニは、最初のチェロ競争曲を作曲した。後に、アントニオ・ビバルディがこのジャンルを発展させた。またローマで活動したアルカンジェロ・コレッディは若い頃に、ボローニャで学び、イルボロネーゼとのあだ名があった。リーマン、ムージー・クリグシコン、S117 アーカイブド2013年11月11日。 アットザウェイバックマシン、イブダ、S182 アーカイブド2013年11月11日、アットザウェイバックマシン、イブダ、S1042 アーカイブド2013年11月11日、アットザウェイバックマシン、アルサーップシュミット、アーカンジェロウントザイネツイド、S112。ありがとうございます。